You're listening to Shibuya Cross FM。 時刻は夜9時になりました。ここ渋谷クロス FM から夜10時までお届けさせていただきます。渋谷のみんな元気しちょる？ありがとうございますこんばんは吉本興業所属大学生女優の植木しゃららです。番組進行を務めます同じく大学生の黒沢陽次です。植木しゃららはまだ大人にはなれない。スタートです。やりたいことを叶えたい、夢はないけど何かしたい、誰かのために行動したい。この番組ではそんなリスナーの皆さんの思いや葛藤を若手インフルエンサーやアスリート、アーティストのゲストを迎え一緒に語り合っていきます。また番組公式ツイッターではそんなまだ大人になりきれない学生の皆さんの思いや悩みを募集しています。アカウント ID はアットマークシャララジオ SHARARADIO アットマークシャララジオ SHARARADIO。 メッセージお待ちしています。さあ、改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。BGM を待たずして喋ってしまいましたけれども、はい、いいですよ、はい、11月第1週の放送ということでですね、はい、もう冬ですね。冬ですね。で今の BGM もなシャンシャンシャンってそうですよね。ちょっとクリスマスをね、はい、想像してしまいますけれども、はい、11月今日何日？6日ですよね。今日6日です。僕ですね11月8日からちょっと楽しみなことがあって当ててもらいます。2日後ですよ始まっちゃうんですよ。8日から楽しみなことがありまして、8日からもう全世界中の若者が楽しみにしていることがあるんですよ。何？ディズニークリスマスです。どういう反応？違う、わかんない。違う、そのディズニークリスマスっていうのが、はいはい、なんかわかんない、そのなんか特別何かが変わる。3年ぶりに今年再開するという形で、ずっと飾り付けとかはあったんですけど、例えばパレードとか大きいクリスマスツリーとかそういうものが、まあ、されてなかったんで、あさってからですね、本当にディズニーの音楽から何からもう全てクリスマス仕様になって、もう花火とかがねクリスマスソングに合わせながらこう流れますよっていう。じゃあ去年まではそれがなかった。そうなんですよ。楽しみじゃないですか。楽しみ、行きたい行きたい行きたいどうですか、なんかディズニーエピソードあります？ディズニーエピソード、それこそ、はい、あのいつだっけ、先月、うんうん、あの何人かでディズニーランドに行きまして、1年ぶりぐらいに。そうなんですね。私そもそもそうですね、あんまりディズニーはあの田舎に住んでたんで行く機会なくて、はいはい、だからなんでしょう、こっちにいる友達ってこっちにも、うんうん、こっちで生まれ育った友達はみんなもうディズニー行きまくってるんですよ。そうですね、毎年行きますもん僕とか。そうだからその感覚わかんないですしディズニー行きたいっていう感情にもならなかったんですけど、はい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 、でもなんか今回その行った時に初めて見たんです、ちゃんとパレードっていうか、うん、夜あの光って確かにないですもんね、パレードやる遊園地山口県にないですもんね、うん、山口県、違う違う違う、もうディズニーしかないじゃないですかそういうのって、まあ、確かに、そう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 、だからそれを見てもう初めてなんかまた行きたいみたいな感覚になりました、なるほど、すごい感動しました。ちなみになんかなりたいプリンセスとかいますか？なりたいプリンセスまあでもそうですね、ラプンツェル好きですよ。あら、まあ、確かに境遇似てますもんね、ちょっとこう塔の中にずっといたけどみたいな。あ、確かに確かにちょっとよくわかんないですね、すいません。ということでですね、オープニングトークをご覧にさせていただきまして、うん、早速ですね今日のゲストお呼びしていきたいんですけれども、はい、いやもう僕びっくりしました、さっき控え室でお会いして、あ、実在するんだ、うん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 、よく見られますよね。そうですね、もう流れてきますよね、うん、ちょっとじゃあ早速お呼びしちゃいましょうかね。はい、はい、教育系 TikToker でおなじみ、縦型授業スタートントンで有名なですねアキトントンさんのご登場です。どうぞどうぞよろしくお願いしますお願いします。わーちょっと欲しいですねはい、そしたらせっかくなんでラジオスタートントンをお願いしてもいいですか？あ、ラジオスタートントンお願いしてもいいですか？打ち合わせで言ってなかったです、ごめんなさい、はい、ラジオでいいんですか？あ、何でも、はい、あ、ラジオスタートントンはい、ありがとうございます、お願いします、お願いします。もう本当にね、各 SNS で大人気の、よく見ますよね、はい、ちょっとじゃあ早速なんですけれども、ご活動と自己紹介の方ですね、お願いいたします。はい、アキトントンっていう名前で、活動してる YouTube とか TikTok で主に勉強ですね、勉強が苦手な人とか嫌いな人に向けて基本的な授業動画とか、なんか
そうですね、勉強を使う動画、頭を使う動画みたいなのを上げさせていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。関西弁でいいですね。ありがとうございます。ちょっと気に入ってるよね。さっきからの打ち合わせの時から、会話ぶった切って、ね、関西弁いいですね。なんかあります？お気に入りの動画とか、アキトントンさんの。あ、でもそれこそ、まあ本当いろんな、なんでしょうね。はい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 。投稿されてると思うんですけど、特にその、橋本環奈さんとつながるまで電話かけ続けたら、どれくらいでつながるのかっていうのは、面白かったんですけど、うん、私すごい数字とか弱くて結構なんかちゃんとこうやって見てもなんか難しかったです。算数苦手なだけじゃん。なんかあれ仕組みとして面白いなって思うのが、そういうなんかちょっと小ボケの教える動画と、なんか突然参勤交代の話か、なんか真面目な動画がこうまばらにあるじゃないですか、はい、ですね、だからなんか必然的に勉強しちゃうみたいな、うんうんうん、あ、確かに確かにそういうちょっと親御さん見てたら嬉しいだろうなって思うんですけれども、はい、結構でも頭使う。なんか結構ネタがいろんな方向じゃないですか。どういう風に思いつかれるんですか？あ、確かに。そうですね、ネタ自体は基本的に視聴者さんからのリクエスト、 DM だったりコメントで来るので、はい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 、橋本環奈さんの動画はもうまさに視聴者さんが多分疑問に思ったんでしょうね、ふと。なんかあの動画の始まりも確か片っ端から電話をかけてっていうすごいなんか気持ちがこもったものだったんで、なんか採用させてもらったんですけど。じゃあもうでも、ね、それこそ先ほどあの楽屋の方で UFO キャッチャー話になったとき、うんうん、でも結構私それ気になりました。なんでしょう、 UFO キャッチャーってなんだろう、ただもう力ず気合とかの問題じゃ多分ないじゃないですか。あるんですか、そういうなんか教えられるノウハウみたいなのが。ノウハウというか、そのギャンブルとか UFO キャッチャーやる際に理系が気にするのはなんか期待値っていう確率のもうちょっと先の分野があるんですけど、ちょっとまたそれは動画にできたりします。期待値を考えてやりますね、僕らは。数字が関われば、まあ、トントンさんにそうなせば大体解決できるみたいな、そういう気持ちで多分コメントが入るんじゃないですか。あ、そうですね、何でもできると思う。でも今後心強いかも。なんか私も気になることあったらアキトントンさんにちょっとお伺いしようかな。コメントして、はい、うん、ぜひお願いします。なんかいろいろ面白い動画ある中でちょっとすごいなって思ったのがあって、アキトントンさんご自身で解説されている自習室っていうサイトがあるじゃないですか、うんうんうん、はい、あそこの中でなんか単元ごとに動画を選ぶことができるようなホームページだと思うんですけれども、なんか筋トレ動画、うん、突然出てきて腹筋の割り方を教えてくれる動画があったんですけど、はい、何でもいけるんですね、本当に。そうですね、何でもできると思われてる感じですかね。、はい、そう、なんか筋トレはじゃあどういう、なんでしょう、モチベーション教えてもらった。なんか最近してるんでしょ、筋トレ。最近っていうか私、うん、まあ、筋トレ、そうですね、筋トレっていうか腹筋みたいなのはちょくちょくお風呂上がりに、でそれは私なんか習慣化してることをやめるのが無理ない、うんうん、人でやってるってだけで、はいはい、でもストレッチとかも、まあ、ストレッチはやってます、朝とか。おお、そうなんですね。体なんか硬くなるのが嫌で、柔らかいのが。なんか女性の方でもこう簡単にできるのあります、筋トレのコツみたいな。簡単にできる、なんかペットボトルとか持ちながらこう肩を上げるみたいなのはいろいろありますね。そういうのってやっぱご自身で勉強されるんですか？そうですね、もう今それこそネットで勉強できる時代なんで。すごい、ね、筋トレの知識は全部そうですね。それは何でしょう、うん、こういう、じゃあ何でしょう、こういう動き、こういう動き、あ、そのペットボトルの腕の筋肉鍛えるぞっていう動きもなんかこう数字が関係してるんですか？数字は関係ない。まあ30回何セットとかはあります、もちろん。ああ、はい、なんだろう、この筋肉にはこういう数字があってみたいな、そういうことはないですか？数字で言った栄養バランスとかの数字とかあります。あ、何を質問してますか？数字苦手すぎて質問の意味わかんない。なんかもう本当に全部がなんか計算でなんか生活されてるのかなって思って、ちょっと。あ、でも栄養とかは多分計算でできたり、あとは体のなんていうんですか、24時間後に回復すると超回復っていう言葉があるんですけど、はいはい、そういうのも一応数字で管理はできます、ね、なるほど。そんなアキトントンさんの動画内容なんですけれども、本当にこうなんか隙間時間とかにちらっと見ると、うんうん、あ、そうなんだみたいなためになる内容がすごく多いような印象があるんですけど、うんうん、これどういう方に向けて投稿されてるのかみたいな、そういうところをお伺いしてみたいんですけれども、うん、そうですね、僕はやっぱり勉強が苦手嫌いと か、うん、なんかまあ数字見て嫌だなとか思う人に向けてあげているとか、うん、まあ、過去の自分に動画してるみたいなのを最近ちょっとつぶやいたんですけど、うん、僕も昔あんまり好きじゃなかった時代とかもあったんで、そういう人ですね。なんか好きになったきっかけとか好きなんですか今は？
勉強は好きです。あ、そうなんですなんかそれは慣れた理由とかあります？好きになれた理由みたいな。好きになれた理由はやっぱりいい指導者に出会えたみたいなところがあって。そうですね。それは塾の先生とか、塾の先生、学校の先生、教授とかですね。教え方したいですよね、きっとね。モチベーションがね。そのじゃあ数字なんか苦手すぎて、はい、さっきからその話しかしてないんですけ ど, ど, ど、はい、そんな私でもあれですか、なんだろう、もともと数字苦手でも好きになる可能性はあるってことですか？はい、なりますね、さあそんなキトントンさんの動画なんですけれども、あの内容もすごくいいのとともにですね、投稿している本数結構えぐくて、うん、TikTok と YouTube 合わせただけでちょっとメンバーに調べてもらったんですけど、2000本超えてるってことで。2000? 2000超えてました。 TikTok と YouTube だけ でインスタとか合わせると多分3000とかいっちゃうと思うすごいっすよね。なんか単純に動画編集とかどうしてるんですか、時間の使い方みたいな。時間の使い方、もう起きてる時間全部動画みたいな時が多いかもしれないですね。プライベートはじゃああんまりないみたいな。プライベートも作ろうと思って、なんていうんですかね、もう本当に起きてる時間を動画に捧げるんですよ。すごい無理やり。だからそのちょっと休憩とかするじゃないですか、それをせず。え、もうじゃあそれはなんでしょう、まあ仕事って言うとなんかちょっと変ですけど、動画のこと、もうそういう感覚ではないってことですか？なんか休憩したいなとか思わないってことですか、そういう動画編集とかしてて。あ、いや、今のはそのなんていうんですかね、例えば遊びに行く予定があるとか、なんていうんですかね、そういう予定があるときはもうめっちゃ詰め込んで編集するって感じです、はい、プライベートは全然あります。プライベート気になるそこら辺のね、ちょっとはい、なかなかこう TikTok の動画上では見れないようなところを ね僕たちの番組でこうね、掘り葉掘り聞いていければなというふうに思うので、はい、ちょっとじゃあ合図をいいですか、お願いしても。はいそれでは植木シャララはまだ大人にはなれない、スタートントン。それ許可もらった全然大丈夫ですYou're listening to Shibuya Cross FM。 ね、スタントンいただいちゃって、はい、いただいたって勝手にやっちゃったって、勝手にやっちゃったね、やっちまったとちょっと思っちゃってさあ、そんな、当番組なんですけれども、お便りのコーナーに入ってまいろうかなというふうに思います。当番組ではですね、番組公式ツイッターおよびインスタグラム、そしてシャララさんやゲストさんの SNS なんかでですね、質問を大募集しております。ちょっとふざけた内容から真剣なお悩みまでです。お悩みまでですね、何でも募集しておりますということでですね、早速じゃあこちら一番の方から読み上げていただいて、もうたくさんのお便りいただいてますので、はい、ポン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 答えていきましょう。え、準備よろしいでしょうか？はい、大丈夫です、はい、いきま す, す計算は必要なのかな、大丈夫です。あ、大丈夫、じゃあ一つ目の、お便りです。チャックさんからです。僕は勉強の息抜きに YouTube を見ると、気づいたら息抜きの時間の方が多くなっています。アキトントンさんが勉強の息抜きにやっていたことは何ですか、教えてトントン。お許可取ってるかな、大丈夫かな、やばいやばい勉強の息抜きにやっていたこと、そうですね、多分息抜きの時間の方が多くなるってあったんで、僕はまあ受験生の時ですよ、いつもじゃないんですけど、受験生の時は息抜きに単語を勉強とかまとめの息抜いてなくないですか、息抜きじゃないですよ、なんですか、軽くなんていうんですかね、軽くできる勉強ってないですか、なんか覚え、もともと知っている歴史上の人物の名前とかストーリーをもう一回見るとか、それこそアキトントンの動画を見て息抜くとか息抜きにちょっと勉強を入れるっていうことをしてましたね。なるほど、息抜きに勉強を入れる、それはまあ勉強がお好きだからできるってことですか？休むなってことなんじゃない休むなってこ とそう、単語見るのってあんま疲れない？いやいや、難しい、もう離れたいんですよ息抜きってあやって、もう一切違うことしたいんですよ。それでダメなんじゃない、だからきっとそれだったら、まあ、5分寝るとか。ああ。僕は割とあの昼寝 OK っていつも言ってるん で、ね、寝るっていうのをおすすめしてますね、ただ時間決める、5分ですか？5分ですどうですか、シャララさんは何かあります、おすすめの息抜き方法。うわ、息抜き方法、はい、いや、なんかこんなに今アキトントンさんの意見に歯向かっといてあるんですけど私は割と息抜きあんましないなんでどういうことや、なんか、なんでしょう、まあ、それこそもちろん、なんですよね、例えばじゃあ朝から勉強してたら、
それずっとしないですよ、1日は、はいはいはい、夜とか全く逆にしないみたいな感じですけど、うん、息抜きを間に入れないかもしれないです。なんか、ね、ちょっと、なんか本当にちょっとの、うん、なんかやだわ、このスタジオ3人のうち2人ともストイックでやりづらいわでも確かになんかその方が短時間パッて多分集中できるかもしれないですね。なるほど、なんか僕がチャックさんみたいな状況になってるけどらしいので、まあ、あの今参考になる内容だったら、まあ、5分間寝るとかがおすすめです、ね。まあ、でも確かにあの5分でも意外とスッキリしますよね、はい、そうですね、しますね。ぜひチャックさん、うん、そんなストイックにならなくても大丈夫なので、はい、5分間寝ていただくということでこれで大丈夫かな、はい、はい、次のお便りお願いします。はい、で続いてのお便り SSA さんからです。いつも動画ストーリー楽しませていただいています。私は現在高校1年生で、実力テストや実力模試の偏差値が40前半です、うん、40。まだ行きたい大学ややりたいことなどがないので、とにかく上を目指したいのですが、偏差値40前半から理系の国公立や難関私立大学に行くことは可能なのでしょうか。今私は勉強にすごくモチベーションがあるので、高校1年生におすすめする勉強方法も教えてほしいです。なるほど、高校1年生っていうとね、僕遊んでましたもん。いや、勉強してました高校1年生。うん、してた。なんか俺ダメだな今日。どうですか、キトントンさん、この40前半から難関私立とかいけるのかみたいな、そういう結論から言うといけるとは僕は思います、ね。なるほど、はい、それはやっぱ努力次第。努力次第です。はい、まあ、高校1年生なんでまだチャンスはあるかな。全然あると思います。なんかあります、キトントンさんご自身もなんか成績に波があったりとかした時期はあったんですか。成績に波というか、まあ、高校1年生の時はそれこそ僕はもう勉強してなくて、学年底辺でも下で、はい、波というよりもなぎでずっと一直線の状態でした。じゃあもうガッて上げた時期があったんですね。高2の冬から上げましたね。じゃあもうその時期はもう5分間のセミもなしで単語帳を休みに見るみたいな。そうですね。じゃあそれぐらいしないとダメですよみたいな、そういう話ですかね。でもそれって急に、じゃあ高2の冬まで例えば別に全然もう勉強なんて頑張ってなかったって状態でも、高2の冬からで上がるものですか、その頑張ろうと思えば。頑張ればできないものはないと僕は思ってるんで、頑張り方次第だとは思うんですけど、もちろん急にスイッチ入れるみたいな感じですね。そうですね、はい、多分きっとこの SSA さんは今スイッチ入りたてみたいな、そんな時期だと思うんですよ、うんうんうん、そういう時期にこう徐々に勉強ばっかりするのに慣れさせるための最初はどういうことをしたらいいのかっていう質問だと思うんですけど、なんかありますかね。最初やっぱり勉強って、うん、あの習慣作りみたいなところあると思うんで、うん、なんていうんですかね、まあ、部活とかやってたら部活終わった後絶対1時間半、うん、まあ、2時間、うん、もっと言えば3時間絶対勉強するみたいな習慣をつけて、僕は受験期その勉強しなかったら気持ち悪いっていう体になってしまったんで、うわ、なるほど、その状態に持っていったらもう勝ちやと思いますね。勉強しなかったら気持ち悪いうわー、すごいな、そうですね、もう体に覚えさせるってことですよね、その習慣。そうですね、うん、はい、ルーティーンですね、うん、大事かもな。そこまで勉強したことないかもな俺、その話をしてSSA さんね、ぜひ頑張ってください、応援しております。はい、応援してます。じゃあ次のお便りお願いします。はい、続いてのお便り、ハルトさんからです。学校で友達に嫌われてしまうことが多いです。嫌われずに好かれるためにはどうしたらいいと思いますか、うん、あ、難しいなんか勉強じゃない突然、うん、そうだねどうですかこれは、アクショントンさん、なんかあります？嫌われずに好かれる、そうですね、まあ誰嫌われることは絶対あるとは僕は思うんですよね、どうしても。ただ僕自身やってることとして僕嫌いな人いないんですよね。へー、だからまあそういうことしてたら多分そんなに、なんていうんですかね、僕触れ合ってる人に嫌われたことはないとは個人的には思ってるので。それよく言いますよね、なんだろう、自分が嫌いって思ってる人は向こうも自分のこと嫌いだよって。あー、なるほど、うん、じゃあ自分から思わないのが大事ってことですかね。じゃあこのハルトさんはきっともしかしたら自分がそう思っちゃってるだけかもみたいな、そういう可能性もあるみたいなのですかね。そうだと思う、はい、あ、まあ、確かに言霊みたいなものありますもんねきっと。好かれる、まあ、でも好かれるためにっていう感じで生きてます。好かれるためには別に生きてないんですけどなんていうんですかね、別に嫌われないようにはしようとは思ってますけど。人間みんなそう思って生きるんですかね、嫌われないために。嫌われたくはないよね。まあまあそうだけど、はい、嫌われたくないからこそこう自分からは嫌うことをしないっていうのは一つ。まあでもそれが一番あれなのかもね、なんか博愛主義者みたいな感じですか。あ、そうですね、僕はよく言いますね、僕は博愛主義者ですね。すごい、なんかふわふわ系な感じなんですね。はい、はい、そうですね、みんな大好きです僕は。そうなんです、へー、はい、素敵やな。まあでもそういう人の方がなんか
大きないざこざとかに巻き込まれなくていいです。まあそれは本当にそう。なんかあったんですか。いや別に。なんかなんでしょう。別になんかそういう日常に した方がいいとは言わないですけど、割と私はなんかなんだろうな、この人嫌だって思いたくないからいいとこ見つけようって思って生きてます。なんかその人の関わってる人の。いいこと言いますね。今日しっぽりな感じのラジオですけれども、ためになる回ですかね、はい、じゃあ次のお便りいきましょうかね。はい、続いて高一さんからのお便りです、はい、YouTube はどうしたら伸ばすことができますか？誰でも伸ばすことができると思いますか？気になりますね。これ結構アキトントンさんすごいなって思うのが、こういう時突然伸びましたみたいな、そういう動画あんま上げられないじゃないですか。はいはい。なんかもう本当にずっと前からアキトントンさんいるなって感じ僕すごいしてて、教育系の TikToker さんですごいずっと前から動画全部伸びてるなって思うんですけど、なんか計画を立ててやったんですか、こうたくさんの人に見られるために。計画を立てて、まあでもこの時期にこの動画出したら伸びるみたいなのは僕の中で何個かあるんで。なるほど。定期的に伸ばすことは可能だと思ってますね。計算計算というか計画計算ですね、はい。なるほど。じゃ今だったらどういうのが伸びるとかあるんですか？そう。クリスマスシーズンだからってそういう話ですよね、きっと。季節物に。あ、そういうわけだよね。いや、習ってるところとか、まあ、もちろんクリスマスネタも2個ぐらい仕込んではいるんですけど。その時期で勉強してる内容とかに使うみたいな。そうですね、はい。まあ、やっぱり YouTube とか TikTok もそうなんですけど、誰かが必要としてないと伸びないんで、僕らのコンテンツは。だから、ちょうど習ってるっていうことは必要と絶対してるなって思ってるんで、出すって感じですね。どうですか、シャララさん、もし YouTube ちょっと今日投稿するってなったら何投稿します？今日計算して。難しいこと言うよね。何を必要としてるか。そうですよね、なんだろう、結局そういうのって、まあ、自分も今 YouTuber の方ってすごいたくさんいるじゃないですか。でも本人たちも多分楽しいって思ってないとできないとも私は思っちゃうんですけど、でもその上でやっぱ見てる人のその需要じゃないですけど、そういうの合わせないとじゃないですか。あ、そうですね。まあまあ難しいですけど。アキトントンさんとかこうリスナーの方がやっぱ中高生寄りとかいうのがあったりすると思うんで、あんまり大人っぽい話をしてしまうとどうしても伸びないとかもありますよね、きっと。そうですね。難しいでしょうね、そういうのって。それこそ YouTube 戦略とか TikTok 戦略は多分誰も見ないと思います、僕の視聴者。誰もっていうのもあるんですけど、あんまり見慣れない気は、はい、しますね。高一さんはYouTuber になりたいんですかね。なんかそういう、ね、ちょっとこう面白おかしいったらですけど、奇想天外な挑戦をする人に何かあります？メッセージとかアドバイスみたいなものがあれば。そうですね、まあ、YouTuber、TikToker に全員に僕は言ってるんですけど、継続はしろよって言ってますね。まあそこだよな、はい、まあそれができたら伸びるとは思います。信じ続けるってことですね、やってる自分を。実際に伸びたらアキトンさんから言われたらもうそうですよね。まあそうだね。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきましょうかね。はい、続いてのお便り、一夜さんからです。いつも動画楽しませていただいています。きっとアキトントンさんのファンの方々は中高生が多いのかな？自分は大学院生でアキトントンさんと同じ電気電子工学を研究しています。おー、すごい。つい先日、友人の結婚式に参列して人生に焦りを感じています。大学院に入った理由もよく分からなくなってきてしまっていて、これから就職のことや自分の人生のことを考えると時々しんどくなります。もしアキトントンさんやシャララさんがそんな状況になったらどんな歌を聴かれますか？ファンの皆さんにはつまらない質問ごめんなさい。シャララさん、ラジオこれからも頑張ってください。アキトントンさん、院生 YouTuber の星としてこれからのさらなるご活躍をお祈りしております。ありがとうございます。すごい長文だったけど最後歌を聴きたいっていう。ありますか、シャララさんは。なんかいや、そう、めっちゃ答えになってないこと答えていいですか？じゃあ先アキトントンさんお願いします。私から言った方がいいと思うよ。これは、はい、うん、なんだろう、その基本、まあなんでしょうね、通学中とかは全然曲とか聴いてるんですけど、うん、私辛い時、まあ、しんどい時とか絶対曲聴かないんですよ。何の曲、なんかそれ明るい曲聴いて聴くと逆に別に全然そのテンションも上がんないですし、まあ、気持ちが落ちてるんで。私逆にそういうなんか同情系の曲を聴いてても辛くなっちゃうんで絶対聴かないです。曲がなんか悲しくなっちゃいます、聴くと。なるほど。じゃあ熱く感じた。あります、アキトントンさんは。僕はありますね、それこそ大学院生とか
ちょっと辛くなった時期とかに、あの、サンボマスターってわかりますか？あぁなんかできっこないわよ、あ今、それぞれの頭に。いや、聞いてるやん、じゃあ。そうですね、はい。音楽すごいなって思いますね。いいですね。無難な J-POP とかなんかあれですけど。聞かれるんですね、J-POP とか。そうですね。兄弟院生って聞くとね。いや、なんか、洋楽しか聞かなそうなイメージが。いや、そんなことないんですね。元気になる曲って言われたら、あのできるな。ああ、なるほど。素敵。めっちゃ評価してる人やな。さあ、そんな楽曲のお話出てきましたけれどもね、はい、番組の最後の方にもお便りまた読まれるかもしれませんので、まだまだお待ちしておりますということで、はい、ね、番組も折り返しというところで、一旦音楽のコーナーに移ります。綱木優香さんで 1,2,3 お聴きください。お聞きいただきましたのは綱木優香さんで 1,2,3 でした。さあ BGM 変わりましたが、こちら大人になれないシャララは聞きたいのコーナーということでですね、シャララさん今日アキトントンさんに聞きたい質問がたくさんあるということで、はい、まとめてきました。台本まんま読むのやめろ。まとめてきました。カタカナで書いてるからなんか偉いね。ごめんなさい、なんか僕が悪かった。ありがとうございます。こちらのあのシャララさんが考えた質問にですね、アクトントンさんぜひ NG なしで送っていただければと思いますので。あ、もちろん、はい。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ではいいですか、早速切ってっちゃいます。はい、一発目、知的な女性と明るい女性どっちがタイプですか？あ、なんでしょう、意味深な質問が。なんか先ほどもお話出てましたけど、ここ、まあ、筋トレ動画とか上げられてて、なんかそういうのもなんかなんでしょうね、あの絡んでるのか、そういう女性のことがなんかモチベーションでみたいな絡んでるのかとか思ったり、まあ恋愛系の動画とかあんまり上がらないですもんね、きっと。そうですね、あんま見たことないんで、はい、まあ、好みの女性のタイプ聞きたいリスナーの方もしかしたらいるかもしれないんで。二択ってことですか？はい、二択ですか？まあ究極の選択ですよね、落ち着いてる方か明るい方かみたいな。だったら明るい方の方がいいと思います。二択だと、はい、おいや、落ち着いてはないじゃん。今思ったのが、おって言ってた時、なんか私の方見てるなと思って。なんかあれですか、二択以外にあります、こういう女性がいいみたいな、そういうの。なんていうんですかね、僕基本的にその何か頑張ってる人に惹かれるっていうのはあるんで。違うか、ごめんなさい、違いました。まあ何か頑張ってたらいいと思う。いいとっていうか、でもなんでしょう、それ男性
よく聞きます。なんかこう頑張ってる人がいいみたいな。俺あんま頑張ってなくていいなって思う。あ、そうじゃあ違う。お前興味なくない？トントンさんめっちゃ興味なくない？あわそうって返されちゃいましたけれども、そうなんですね。でも、うん、プライベートとかあんまりないんじゃないですか。それこそずっと動画のこと考えてるから恋愛とかする余裕ないですよねきっと。いやまあでも今もう会社もやってないんで、あちょっとはありますね。遊ぶ時間とかもらえちゃう、もしかしたらあるかもしれないということで、ちょっとあまり聞きすぎるとね、そうですね、このくらいがいいかもしれない。釣っちゃうんでありがとうございます。はい、はい、で、あ、で続いてですね、あ、そのノート、秋田さんノートを拝見して SNS ですね、はい、あの文章とかがまとめられてる SNS ですね、はいはい、なんかすごくあのグッときた言葉があって、うん、目標を掲げ逆算し計画を立て全てを捧げる気持ちで努力すればある程度のことは叶えられるっていう言葉なんですけど、なんでしょう、こう今ってまあ言われてるじゃないですか、不安定な世の中じゃないですけど、そういう世の中ってこう自分から行動しないといけないじゃないですか。でもやっぱりなんでしょうね、今の人たちって自分なんてみたいな、もう多分計画なんて、人生の計画なんて多分立てられない人が多いと思うんですよ、うん、なんかそれでもこうアキトントンさんがある程度のことは叶えられるよっていうことをおっしゃるのってどういう理由なのかなっていうのはちょっと気になります。急に真面目な質問です。はい、すいません、1個目の質問すげえしょうもなかったしょうもないとか言わんねんそうですね、これノートもちょうどその大学院合格した時ぐらいに、はあ、一番多分アキトントンが尖ってた時期に書いてしまったんですけど尖ってた時期があったんですね。尖りトントンですね。尖りトントンって尖りトントンって何そうですね、僕さっきもちょっと言ったんですけど、高校生の時底辺で、学年底辺でめちゃくちゃ勉強して、まあ、第一志望には合格せず私立の立命館大学っていうところに受かって、で大学、まあ、3.5 年間ぐらいですかね、最初ちょっと遊んでしまったんで、を全て勉強に捧げて、勉強と筋トレに捧げて京都大学の大学院に京都大学の大学院に行ったんで、なんていうんですかね、こんな、まあ、もともと勉強できないって多分自分が知ってるし、高校の時の友達は全員知ってるんで、なんてそんな僕でもこんなすごいとこ行けるぜっていうのを込めてその目標を掲げて計画して、もう僕は大学生活捧げてしまったんで、なるほど、はい、っていうのを多分それで書いてます、ね、あ、自身のやってきたことが、そうですね、はい、じゃあ周りから無理と言われても大学生活はもうずっと勉強してたみたいな。勉強と筋トレしてましたね筋トレすごい見習んな、はい、本当に勉強してる大学で知ってる、あ、違ういや難しいあのその前回10月の放送の時も、あの、ね、教育系の方、そのラオ先生が来てくださって、ね、うん、やっぱりそこでもお話ししたんですけど、大学生になると難しくないですよね。そうですよね、勉強されてたんですよねそうです、違いました、あの、いや、まあ、でも大半の人は勉強しないと思います。そう、はい、自ら大学の何でしょう、授業っていうか、まあ、楽しいもんね、大学生が一番。うーん、なんか どうするんですか、サークルとか飲み会とか誘われたら行かないんですかいや僕そのあの大学までが2時間ぐらい片道かかってたんで、そもそもそんなに遊べないっていうのがありましたね。はい、あとそのやっぱ志望校落ちて私立に行ってしまったんで、お金をかけて授業を受けてる意識がありすぎて、はあ、親に謝ろうか家に帰ったらそうですね、いやもうおっしゃる通りですでもなんかこの目標掲げ逆算し計画を立てっていうところ、はい、SNS とかインフルエンサーさんにおいてはちょっと難しい部分があるんじゃないかなって僕は勝手に思っちゃってるんですけど、それもやっぱりさっきの動画投稿の時にちょっと計画を立てるみたいな話もあるじゃないですか。やっぱそこら辺も考えて、そうですね、はい、なんか一番最初に伸びた動画とかってあるんですか。一番最初に伸びた動画、 YouTube と TikTok で別々であるんですけど、あー、あるんだ。YouTube はなんか難しいことになるかもしれない、三角形の角度を求めようっていう感じで、なんかそういうのの裏技テクニックみたいな、誰も教えてなかったんで、これでも解けるよみたいな、もっと簡単にゆるく解けるよみたいなんでバズりましたね。え、裏技はそれアキトントンさんが発明したんですか。あ、多分発明自体はみんなしてるはずなんですよただその表だって言ってなかったみたいな、そのなんていうんですかね、その難しいラインなんですよね。その適当に言っていい分野じゃないので数学って。うわー、なるほどなるほどそこをちょっと僕が適当にやりすぎてるっていうの。だいたい動画投稿始めてどれぐらいで伸びたんですか、それは。1本目が、いや僕2年ぐらいですね。そう、2年間しんどくなかったですか。まあでもその何か誰かのためになっているっていうのでやってましたね僕は。
2年間伸びるまではやっぱ逆算の中に入ってたってことですか。もうあそうです、僕だからそれこそ1000個ぐらい今 YouTube に上げてるんですけど、その溜まるまでが絶対勝負だと思ってたんで、そのまあ溜める期間かなと思ってやってましたどうする俺らラジオ11回目だけどまだいややっぱ1000本やんないと1000本ですよね。そんだけやってからのなんかスタートじゃないですけど、なんかそういうとこですよね勉強になりますね本当に。あでもなんかそれをお聞きしてよかったなと思います。なんか本当ですか頑張って動画投稿して1000本真似できないと思う本当に。何なんだろうねでさっきもこうやって楽屋で、うん、アキトントンさんにすごい私人生相談しちゃったしてたね。そう、そう、そうなんか落ち着きすぎちゃってて。そうアキトントンさんってこう面白いのが動画だと結構なんかリズミカルな音楽 で、ね、スタートントンってなんかやってるのに控室めっちゃなんかシャララさんの人生相談趣味に乗ってくださってて、ただのいいお兄ちゃんみたいな感じだったんですよいいですね、なんかこう切り替えがあっていや本当に楽しいですね。お話しやすくてもう一個ぐらい質問いきましょうか。あいいですか最後。はい、お願いします。あでそれこそなんか先ほども若干ちょっとかじったんですけど、うんうん、休みってありますかっていう。あ休みはあります。はい作ります。何するんですか休みの日は。それこそ先月は2回ぐらいキャンプに行きましたね。キャンプ好きじゃん。あそうキャンプ大好きで。どこのキャンプ場が。あいやでもそのなんちゃってキャンプみたいな。あらららら、ぜひ聞いていただければなんちゃってキャンプって何ですか。グランピングみたいな。あそう、まあなんかログハウス借りて焚き火したらキャンプでしょみたいな感じで。いや申し訳全然おっしゃる通りですそれは。白馬長野県に行きました。素晴らしい。白馬めちゃめちゃいいですよ。めちゃめちゃおすすめです。冬はあのスキーできるんですけど、そうキャンプ最高ですね。ちょっと寒いんですけど、それぐらいがちょうどいい。キャンプする時期は今なの？今ですね。夏はちょっとやっぱ暑すぎるのと虫が出てきちゃう。そうそう。なんかあります？キャンプ行って一番好きなこと、料理とかだったりとか、そこ釣りするとかなんかいろいろあると思うんですけど。あまあ料理も釣りもしたんですけど、なんか、まあ、ちょっとおっさんになったなって思うかもしれないですけど、なんか星空見上げてなんかこう。何も僕ずっと本当に動画編集、動画作り、撮影とかの全部やってるんで、時間をこう無駄にしないみたいなのをしちゃうんで、なんかずっと星を見るだけの時間、何これみたいなんで、なんかこう、なんていうんですか、なった自分がいましたね。それ星を見て、どういう感情だったんですか。いやこういう時間を作らないとなって、リラックスですね、いわゆる。はい、すげえっていうのを思いました、ね。どなたとちなみに。それはあの社員時代の友達でした。あ、うん、まあそうですよね。なんか新卒1、2年目ってキャンプ行ってるイメージめっちゃ。あ、そうそう。そのあたりが仲いい。ちょっと自然に行きたいみたいな。都会の喧騒から離れたいみたいな、そういうのがきっといいのあるんでしょうね。いや嬉しいです。なんか趣味が同じだって。本当です。めっちゃ好きやん。ご縁があったらぜひ。はい、もう紹介するんでたくさんお願いします。よろしく。ここで話さないですね。さあそれではですね、当番組の名物企画のコーナーに参りましょう。シャララさん合図をお願いします。はい。アキトントンさんはまだ大人にはなれないのコーナー。すいません大丈夫です。ジングルがあれですけれども、 Musics are various emotions。 Love is the message。 You're listening to Shibuya Cross FM。 最初に、本題に入る前にですね、アキトントンさんのこれからの展望というところをお伺いしたいんですけれども、なんとアキトントンさんこの度本も出版されるということで。はい、ありがとうございます。なんか黒沢さんポチってましたね。ポチってました。ありがとうございます。インスタのサブアカに買っちゃいました。台本書きながらなんか本出すんだって思って、妹がアキトントンさん好きなんですけど欲しいって言われたんでちょっとポチっちゃった。ありがとうございます。なんかあれですよね、アマゾンで予約と、あ、ちょ、あ、それ後で話しようかな。全然後でねさせていただいて。そうですね、はい、本当に本の出版もそうですし、動画投稿なんかをはじめいろんなメディアにこれからまあいろいろ出ていくと思うんですけれども、ご自身の中でこういう活動をしていきたいみたいなご展望があったりとかはしますかね。そうですね、今はまずは数字ですね。 YouTube、TikTok の数字を伸ばして、まあ、伸ばさないと見えない景色があると思うんで、まあ、見てから日本の教育をちょっともうちょっとこう広げる、教育の入り口を広げるってよく言うんですけど、
そうですね、勉強とかがあまり得意じゃない人とかに向けてアプローチをしていくみたいな、ね、ちなみに年内登録者目標数がなんかあるんですよね。あります。 YouTube が20万人で、すごい勝手ですよ。 TikTok がちょっとまだまだ遠いんですけど50万とかいってますね。さあ、そんなインフルエンサーの活動に始まり、次世代教育と呼ぶにふさわしい斬新な角度からの教育を見つめられてご活動されているアキトントンさんなんですけれども、一度は就職をしたりとさまざまな経験をされてきている中だと思います。で、大人になるにつれてですね、変わっていくものもあると思うんですけれども、そんな中に確かに変わらないものもきっとあるんじゃないかなというふうに思っております。それが最後に番組からお伺いしたい、まだ大人にはなれないエピソードというものになります。これだけはブレずに続けていきたい、そんなご活動の核と言えるような部分ですねについてお伺いしていきたいんですけれども、何かありますかね。まだ大人になれないポイントですよね。はい。つまり予約するとそうですね。そうですね。僕は、まあ、その視聴者さんにも言ってるんですけど、夢を持って夢を追って夢を叶えるみたいなところは多分一生持ち続けると思いますね。持って追って叶える。そうですね、夢を持って追いながら叶えて、また持って、まあ、一生夢を持ち続けろって僕は言ってます、はい。どうですか、聞いて。いや、私もそう大丈夫ですか、コメント適当めっちゃ薄かったですけどもでもなんか本当その、なんでしょう、やっぱわかんないです。今、まあ、大学3年生で、周りの子って別にやりたいことないとかっていう友達とかも多いんで、なんでしょう、夢持つって、まあ、私はずっと持って生きてきてる人間なので、逆にそのね、夢ないとかっていう友達の気持ちとかは正直わからないんですけど、何でしょう、こう幸せなことというか、追うものがあるっていうのは、それが言ったらまあ生きるモチベーションじゃないですけどにはなるので、まあでもその夢って言っても、僕小さな夢でいいって言ってて、持ってない人もいますからね。夢あるのが、僕回らない寿司屋行ったことない。おお、もうそんなんも夢でいいんです。あ、なるほど、そういうのでいいって言ってます。うん、なんか回らない寿司はめっちゃ行ってそうなイメージありますけど。いやいや、でもそうなんですね、はい、なるほど。夢ない人でもね、小さいことを探していくっていうのは大事ですかもしれないですね。なんかでも将来の夢がないとかでちょっと悩みを持っている人とかいると思うんですけど、そう、ね、そういう人はどうやって探したらいいと思います？それこそ中学生、高校生の人とかってリスナーの方多いと思うんですけど、アキトントンさんならどんな言葉をかけますか？なんかそもそも夢っていうのを持った方がいいと思います思っちゃいますね。まあ、でも探すべきですよね。探すというか、僕はまあ教育系なので答えがあれなんですけど、学べってよく言うんですよね。まあ勉強してたら絶対視野は広がるし、確かに選択肢ってすごく広がるんですよね。いや本当にそうですよね。だから大学も多分その一つだろうなとも思いますよね。まあ、本当に僕もそれこそ大学、うん、ずっと遊んできましたけどね、たまたま同じゼミの教授の授業を聞いて、ちょっとこの授業だけちゃんと受けようって思って、それだけサボらずに続けてたら、ね、こうやってラジオを携わったとかもしてるんで、うん、確かにそうかもしれないです。勉強ってすごく大事だなっていうのはすごく思いますね。なんかね、いろんなことを学んでると、好きなことと興味あることが増える気がします。うん、確かに、うん、そうですね。ぜひ。まあ、大学生とかになったらきっと見つかると思いますけどね、中高生の皆さんはまずはいろいろ見てほしいなっていう、うん、そうだね、全然これからだね、その夢を持つとかは、うん、そうですね。僕らなんて中高生、僕はなかったですよ、中高生夢なんて、みんなそんなもんなのかなと思いますけどね、うん、きっときっと、ぜひ頑張っていただきたいですね、中学生、高校生の皆さんに、うんうんうん、ありがとうございます。そしたらですね、お時間も余すところ残りわずかとなってまいりましたので、ここでアキトントンさんの書籍についてですね、ちょっとご紹介の方を、画像が出てくるのでお願いします。お、お、はい、これは何ですか？見るだけで得点が加速する、あ、え、理解が加速する得点アップ数学公式図鑑ですねはい、これ素晴らしいのが、アキトントンさんこの台本に宣伝してくださいって頼まれたわけじゃなくてですね、僕が勝手に入れただけなんですけど、全然ステマじゃない感じで話していただいて、なんかアマゾンでの予約注文がいいっていう話をお伺いしたんですけど、そうですね、なんかアマゾンでいいランキングを取ると書店に並びやすいみたいなのを、ちょっとこれ角川さんから出すんですけど角川さんに聞いてちょっとアマゾンで買ってほしいなっていうのがありますね。これはやっぱり教育の入り口を広げるにふさわしいような、そうですね、勉強が苦手な方でも勉強できる、そんな本ですかね。はい、まあ、軽く内容を言うと、その、まあ、数学公式図鑑って書いてるんで、勉強苦手な人って公式見た瞬間に、まあ文字を文字のまま理解するって僕は言っちゃうんですけど、でも数学できる人って文字見たときに
あのイメージが出てくるんですよね。どういうイメージですか？例えばなんか三平方 A の2乗プラス B の2乗イコール C の2乗ってきたら、まあ、みんなそれでしか見えないんですけど、まあ、多分僕ら数学できる人らはなんかこう三角形が出てきて四角形が出てきて、あ、これで成り立つんだなとかは、形のイメージとか、そうですね、公式のイメージはパッて出てくる人が多いなって思ったので、それをちょっとまあ図鑑にしてみたっていう感じですね。これはご自身で全部考えられた？そうですね、内容、中身、イラストはイラストレーターさんに書いてもらったんですけど、中身は全部自分で書きましたね。すごい、動画投稿と並行してっていうことですよね。はい、素朴な疑問なんですけど、こういう、なんでしょう、本完成までにどのくらいかかるもんなんですか？僕はそれこそ自分で書いたので、半年以上、3月、4月から書き始めて11月に完成、まあ、超大作じゃないですか。半年ってどう長いものですか？長くない？ライターさんつけたら多分 1,2 ヶ月で出そうと思えば出せます。ああ、そうなの。すごいな、楽しみですね、うん、僕は買いますけど、シャララさんもぜひ買っていただいて、数学勉強もし直したら、うん、数学、うん、数学大学の時が数学一つもないんだけど私。あ、まあそっか、いやでもそういう人に向けて書いてるんで。ああ、そう、ぜひ。お上手だな。どうですか、なんか大人の方とかでも数学とかって勉強したらいいこととかあります？それこそ社会に出たら数学なんていらないだろうとかみんな言うじゃないですか。まあ直接は使わないかもしれないんですけど、僕も直接そんな三平方の定理とか日常で使ったことはないですけど考え方って絶対いるんですよ。あ、僕は数学をやっててよかったなって思える人生なんで、やり直した方がいいとは思いますね。すごい、さっきの表情がすごい。ちょっとじゃあお便りの方、もう一個だけ余ってるのあるので、ちょっと読み上げたいんですけれども、はい、アキトントンさんとシャララさんの好きな科目教えてくださいということで、小学校とか中学校とか高校とかこう変わっていったものがもしあればそれも聞きたいということなんですけれども。好きな科目、はい、得意だった科目でも大丈夫です。シャララさんはどうですか？これ前回私話した、あ、道徳でしたっけ？道徳の授業めっちゃ得意だったんですけど、それじゃないですよね。今回は座学でいきましょう、はい、あの5教科、はい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 、だったら、うわー、でも私国語も数学も苦手なんですよね。え、でも暗記系めっちゃ得意だったんですよ。だから、あ、でもめっちゃすごい詳細なこと言うと公民とか好きでした。なんでか分かんないですけど、すごい公民好きでした。でも公民苦手だったんですか？公民苦手ですね。でも割となんかその私歴史とか苦手で、人物とか結構覚えられない、興味ないし覚えられないしみたいな。でも公民とかなんか、なんでしょう、あれって政治系とかの話ですよね、うん、なんかあれは面白いって思っちゃいました、やってて。確かにね、うん、アキトントンさんは？僕は理科ですかね、はい、数学じゃないんですね。そうなんですよね。それこそ僕は高校ぐらいまで数学はもう文字を文字のまま理解する人間で、あ、なんか点数だけ取れちゃう感じで、うんうんうん、ゴリ押しでもう全部暗記してたんで、へ、で大学とか行って数学を改めて勉強して、なんかまあ分かってきたっていうのがあるんで、徐々に徐々に、ね、数学私ももう暗記でやってましたね。もうなんかきっとリスナーの方で気になることあると思うんですけど、苦手な科目ってどうやって勉強してました？もう全部暗記、私は暗記あのだから数学丸覚え、特に数学とか。それどうですか、アキトントンさん的に丸覚えでいいんですか？いや僕あのあれ丸僕国語大嫌いなんですけど、苦手だったんですけど、へ、だから私は、あ、そう、あの国語も別に得意じゃなかったので、はい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 、教科書、そのあるじゃないですか、その時のテスト範囲のこのお話みたいな、毎日音読してその話を頭にたたき込むみたいな、もう丸覚え。結局最後脳筋でなんかクロージングが走ってしまいましたけれども、まあ時にはそういうのもね、ちょっと大事なんでしょうね。うん、そうです、もう点数取れたければ。ということで、お二人の SNS こちらに出させていただきます。すいません。すごい駆け足で、はい、ありがとうございます。TikTok と Instagram、YouTube、これからも動画投稿はします。勉強の感じで、はい、もちろん本当に苦手な方が勉強できるような動画を、はい、ぜひシャララさん見てあげてください。シャララさんの動画ではどういう勉強の内容が流れるんですか？インスタグラムでは勉強は流しませんか？勉強？あ、勉強系になる私。はい、あ、まあ考えます。考えます。はい、はい、ありがとうございます。ということでですね、さあ毎月第1、第2日曜夜9時からお届けする植木シャララはまだ大人にはなれない。残念ながらそろそろお別れのお時間となってしまいました。シャララさん、今日の放送のご感想をお願いします。はい、なんでしょう、めっちゃ話の内容というより落ち着いて
お話できたなっていうそうですね、うん、結構穏やかな感じで、うん、ここ 2,3 週パワフル系が続いたので、うん、結構落ち着いた感じ で、ね、はい、なんか多分後で人生相談とかしていただいてはい、すいません、お願いします、はい、優しい感じで答えてくださるんで、ね、すごいお話しやすくて、はい、トントンさんは、はい、人生初めてのラジオ出演ということでしたが、いかがでしたでしょうかね。そうですね、楽しくできました。あとなんかそのちゃんと夢を追っかけてる2人なんで、すごいなと思って、今、進行もうまく、はい、よかったら一緒にキャンプ行きたいです。ここでよ、はい、ということでですね、来週の放送ですね、はい、ちょっとゲストさん今シークレット中なので SNS の方で更新させていただきますというところで、はい、最後お別れのご挨拶をこちらに、何かありますか、さよならみたいな挨拶ありますか。さよならはないですね。じゃあおやすみ、あ、ありがとんとん、ありがとん、ありがとん、はい、それでいきましょう、はい、ありがとんとん、はい、じゃあ僕がそれでは今週の放送もはい、行きます、はい、それでは今週の放送もありがとんとん、ありがとうございました。おやすみなさい。